日本サッカー協会 JFA は13日、カタールワールドカップアジア最終予選の日本代表対オーストリア代表戦において一部サポーターによる止め行為が確認されたとして報告及び謝罪言った。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、本対オーストラリア戦は12日に、 埼玉スタジア2002で開催。試合は有観客で行われ、14,437人の観客が罰して日本代表の勝利を見守った。新型コロウイルス感染対策のため、試合運営は JFA サッカー活動の再開に向けたガイドラインに基づい実施された。だが、JFA の報告によれば、 ガイドラインに反する行為が確認されたとのことだ。具体には一部のサポーターが大声で歌う、コール、行うなどの行為が見られた。ルールをし、か、守って応援いただいている方々に不快な思いさせる行為であるとして、大会を主観する JFA と手ルールを徹底できなかったことを、中心をお詫び申し上げる次第ですと、謝罪が行われ、いる。今後に向けて JFA は、 引き続き感染症対策に、リクムともに、ファンサポーターの皆さんにも感染ルール、マナーの遵守と節度をも、応援にご協力いただく、要周知徹底を図、りますと述べている。りょう